皆さんこんにちは、トリスケです。本日もゲーム実況やっていきたいと思います。本日もキングダムラッシュタワーディフェンスゲームをやっていきたいと思います。本日はダークタワーというステージをやっていきたいと思います。我々の軍は恐るべき魔術師であるベズナンの塔を囲んでいる。今こそ対決の時、最後の戦いを挑むぞと書いているのでね、おそらくラストステージなんじゃないかなと思っております。それではやっていきましょう。ちょっとこのね、天使のおっさんをね、手に入れたからね、ちょっと生かして、ワープで移動するんだ。これは早い。まあ、あと戦闘能力だよね。我が首コレクションに加えてやろう。おぞましいコレクションしてるな。この真ん中の星、怪しいね。召喚とかワープとかしてきそう。で、左側にこれがあるのか。なるほど、難しいぞ。負けー。悔しいけど、おじいちゃんが大活躍。よし、これ反省を生かして、ちょっともう一回行こう。これはアップグレード触れ直す必要ありますね。これバランスよくだ、バランスよく大事。こんな感じ。いやでも隕石は本当に大事だから、安くなる。ここまで変えたら、いや、ここまで変えたらでかい。いや、安くなるとこ買ってこう。いや、これは。これ買って、これかな。よし、これでいこう。よし、これで、リベンジマッチだ。分かった。めちゃめちゃ敵来るから、ここに、今これ買っときたい。これ買っときたいよ。うん。でだ。ここに、やはり弓。ここに、魔法。で、ここに、兵士。これでいこう。で、天使はここら辺。よし。まあ、天使をいかにレベル上げるか。これが大事。だから、バンニーとちょっと1対1を殴り合いさせてこよう。レベル試させよう。支え勝てるでしょ、バンディット相手とはいえ。1対1、勝った勝った。よし、どんどん1対1繰り返していこう。これ1対1制することが大事。やばい。よしこんな感じどうですか。違う、天使はね、戦車、よしこれと殴り合ってほしい。よしよし、いいよ。やばい、まだエグい量来たぞ。おじいちゃん頑張れ、早く殴り勝て、早く。よーし、よし、これでなんとかなれ。ちょっと呼んでお金も増やそう。よし、なんとかなった。多分なんとかなった。で、ここで弓出しとこう。いやー、どうだ、これいい感じなのか。どうなんだ。いやー、きついけどね、正直。めちゃめちゃこのスーパーチャーシャーボルト、これ買った方がいいんだろうな。いやでもな、あー、いける。よしよし、呼ぼう。このビリビリでやられてくれる。よし、これでお金は貯まってきたよ。だ、どのタイミングでどうやって強化するか、ここを間違えちゃいけない。天使ちょっと殴り合い、勝てこい。一対一で、そのデカブツ。よし、レベル4に進化した。よし、これで筋肉マンじいさんになった。こうなったら一対一は大体勝ってくれる。天使が止めてくれるから、いや強いよ、頼りになるよ。これ呼んじゃおう。呼んで固まったところをちょっとやっていきたい。
固まってこっちも合流したところを隕石でやりたいところ。天使ちょっと回復したらちょっとシャドウアーチャー殴り倒して、よし、いいよ、頼りになる。よし、これギリギリ立った、よし、いい感じ、よしよし、おじいちゃんこっち、こっちがおじいちゃんに守ってもらって、もうそれ呼んでいいか、よし、でちょっとレベル上げと全体的に、よしよしよし、これ180ならちょっと買ってみるかよくわからないけど、どれぐらい効果あるかわかんないけど買ってみよう。よし、標的差5体、これはいいや、とりあえず4体になればいいや。よし、こんだけレベル上げればだいぶいいでしょ。よし、いいよ、これでまとめてやれてるから。さあ天使ちゃんやってこい、隕石降らしてどんどんどん、よし、強い強いよ、頼りになるね。これはここちょっとレベル上げたいね。次はシャドウハッチャー確か、呼んじゃうか、もう呼んじゃおう。でお金ブーストもらう戦い方に切り替えていこう。いやー、どっちがいいんだろうな、こっちが頼りになる気がするんだよな。うん、で、まあ、鶴飼って毒飼っておけばいいか。ここは鶴と毒飼っておけばいいでしょ。よしよし、ちょっとやっとこう、もう一回、これ楽になる、これ楽になる。で天使ちゃんでちょっとお前シャドウアーチャーに行こう、天使で。さあどうだ、よし、ロケットライダーか、ロケットライダー来る前にこれ買っとこう、ロケットライダー対策、ロケットライダーちょっと念入りにやりたいから。ああ出ない、天使をこっちへ行こう。よし、天使やられてますよ、ちょっと作業一回。ああ大きかったら勝てるでしょ、大丈夫だ。よし、ロケラダー買おう。真ん中から出てくるのなんだかな、前回狼出てたもんな、負けた時。よし、いやでもいい感じだよ、これシャドウバチを落としてんの本当に。倒れろ、倒れなかった。よし、ちょっと1回これでロケットライダーやろう、ロケットライダーやれ、ロケットライダーやれたらでかい、ロケットライダーやってくれ。どうだどうだどうだ、よしよしよし、あとちょっと、よし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 、乗り切った。あ、次呼んでるの見てなかった。はいはいはい、よし、じゃあとりあえず強化しよう、これこれ強化しとこう。まあ、とりあえずシンプルに火力上げとくか、でワープ買っといて、よし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 、天使で一体倒したい。いいぞ天使で、これで天使で一体処理できればいけるか。雲か、これまたちょっと大量に来ちゃうからな。やっつけろやっつけろ、スケルトンにも勝てないか、やっぱ一個も強化しないしな、これは仕方ない。あ、天使がやられてしもうた、見てなかった。いやでもお金は溜まってきてるから、テレポートがちょっとこれ生きないな、こんだけいたら。よし、おじいちゃん適当に参加してやっつけろ。よし、
おじちゃんよ。おじちゃんいいね。お金貯まったらこのビリビリボルトもう一個買っときたいな。適当にここに売って買うか。もう一個買っときたいよなこれ。いやこれらに強化するか。この陣形でだいぶいけてるから。やばいやばい、なんだこれ。ダメ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 。これちょっと少数制でやってんだから止められたら負ける。デスレイも買うか次。よし買おう。やばい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 。まあまあこの左上はどうでもいいや。気休めみたいな感じだし。よし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 。いいよ。やばい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 。まあでもこれでお金だいぶ貯まってるから。でもまだこれ9ウェーブ目か。大変だな。おっとっとおっと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 。この要が止められたらまずい。これで殺しよう。この要もう一個欲しいな。もう一個要欲しいところ。どこに買おうかな。いやかな。まあここでいいか。次はダークスレイヤー、ダークナイトと、はいはいはい。まあシンプルにね。やばい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 。おお、なんか固められた、ガードされた。まずいかな。よし、もう一回燃えそう。撃ってほしいから。よし呼んじゃって。こっから出てこられたらやばくない？この左下、この一番下から。強化しよう、これ。よーし、ガード解除。左上か。右上か。あ、ガードされちゃった。まあまあ、右上はいいや、ガードされて。で、ちょっとデスレイを強化しとこう。よし。だいぶ強かった。よし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 。おじいちゃん、おじいちゃん頑張れ。シャドウアーチャーやっつけろ。次はデーモンインプか。デーモンインプならどうでもいいや。どうでもいいかないけど、そんな怖くない。よし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 。おじいちゃんまだ。おじいちゃんこっち行こう。よーし。やばい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 。うわーやばいやばい。左上止められてた。真ん中か。呼んじゃおう、もう一回。よし、貴様弱すぎるだと。なんて必要なやつだ。天使様がこっちにはついてるんだぞ。やばい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 。これどんどんちょっと止めてくる、止めるとこ増やしてきてるな。そういう作戦か。まあでもデーモンインプは処理できるからいいや。次はラバエレメンタル。ラバエレメンタル、ラバエレメンタルってあれか、溶岩魔人か。大変だな。よし、ちょっとここでも買おう。よしよし。やばいやばいやばい。これが止められた以上仕方ない。隕石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 。やばいやばいやばい。突破されちゃった2体に。これ大変だぞ意外に。2体で果たして呼べるのかな。よし、2個できたらだいぶ楽だけどね。あとはこれをひたすら連打するだけ。やばい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 。全部止まっちゃった。連打がブレた。これ連打ゲーになっちゃったよ。まさかのまさかの連打ゲーになっちゃったよ。レナ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 レ
俺誰誰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 なんだ。弊社後回しでいいな。これでちょっと操作ミスが出ちゃう、この連打してるせいで。連打してるせいで操作ミスが出ちゃうよ。ああガードされちゃった。これ難しいぞ連打が。なんでこう緑マーク出てんだ。天使移動しろってしてる。やばいやばいやばい、この連打めんどくさくてきちゃった。次呼ぼう。よし、さあどうなるかな。突破されてきちゃってるな。やばい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 、大変だ大変だ。じゃあここに矢を張って、ここに兵隊がとか。うわ大変だ大変だ。これ強化しこう。よし、こんなとこ。これ多分だいぶ強くなる気する。よーし、天使いけ。うえへへへへ、悪者みたいな笑い方しやがるこのじいさん。よし、やばい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 。じいさん頼りになるね本当に。じいさん強すぎない。ネクロマンサーの中、次これちょっと燃やしとこう。ちょっと厄介だ。じいさんこっち側。よしよし、じいさんの体力回復してもらいつつ戦って。よしよしよし、こっちに勝ってみるか。おおとと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 、全部全部ダメだった。これなんか押せないね、なんか微妙に押せない。次は次何来る。左側デーモンスポーンは大量はまだいいでしょう。よし、これのアップってなんだっけ、能力アップって。敵大ダメージ一定範囲内の、あこれかいいじゃん、これかどこ。よし、やばいやばいやばい。いやーこれ大体止められちゃうよ。よし、でもじいさんここに送って。よし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 、リンザーパワー最強。よし、いやーいいね、このツタとの組み合わせも強い。あーどこまでとくか、ここまでとこよくわかんけど。よし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 、ラストはラバインメーターのダークスレア、ダークナイト。よしよし、オッケー。だいぶしんどいところ乗り切ったんじゃないか。じゃあちょっとここ一応やっとくか。よし、楽して呼ぼう。さあ来い、カモン敵ちゃん、カモンカモン。いいぞ、お前の怒りは感じられる。やばい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 、これ大変だぜ大変。天使が強すぎるけど大変。さあ全部出てこい全部出てこい、ラストステージ。まあでもこれは解かれなかったら大丈夫か。はいはいはい、なるほどね。これもしかしてだけど、この爆弾だけでよかったのかな、もしかしてね。爆弾これマックスレベルまで育てたの3個ぐらいあれば勝てたんじゃない。そんなことないかな。ちょっとそれやってみたかったな。
爆弾3個でこれいけたんじゃないか。よし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 、さあ天心ラバゴーレムやっつけてもらうか。ちょっと待って、これやばいわ、意外に突破されてた。天心君こっちだ、最終防衛ラインがあったな。よし、まあ言うてね楽勝でしょっていう思いがあるから。だってあとラバゴーレムだけでしょ、デスレイで溶かしてくれるし。え、強い、めっちゃこの遠距離攻撃してた。おいしょ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 、止まれ止まれ、よしスター買っとくか、どこも買っとくか。よしよし、ラバゴールちゃんと強化してやるか。よしよしよし、さあ天心やっつけてもらって、天使いけ、サクッと3体やっつけてくれ。よしよしよし、あ待って、終わりじゃない、貴様我を怒らせた、なんだ君が来るか、魔王みたいなやつ、あ魔王自身が来た、いけ天使やったれ、どっちが強いか教えたれ。待って待って、強かった、あちょっと一瞬天使やられちゃった、天使一瞬でやられちゃったな、やばいやばいやばい、やばいよこれ、まずいよこれ。そうか、最後魔王みたいなのが直接乗り込んでくるのか、ちょっと予想しなかったな。隕石直接ダメージ、あそれなりに削れる、でもよし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 、これ優先順位の高い建物を守るしかないね、連打は。これちょっと止め、うわ一瞬で消された、天使やってこい、負けるな、いけ下がれ、よしいいよいいよ天使、いいよ、あーこれもうやれるね、いけ天使、殴り倒せ殴り倒せ、底力見せてやれ。よし下がって、おっと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 、ここだけはまずい、よーし、やばいやばいやばい、意外に突破されてたぞ。さあ星3クリアはギリギリ無理かな。え、待って待って待って、終わりじゃない終わりじゃない、ちょっとちょっと予想外が過ぎるよ、さっきからこれやれる、やりきれる、意外に体力はないかったりする、どう。よし、まあ3体の9体の兵士で全部出してもらうしかないんだけどさ、いけ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 、あやばいやばい、天使が一撃でやられてしまうときついな。さあどうだ、これ兵士たちじゃない方がいいのかな、兵士は一瞬でやられちゃうな、こうこうしてこうして撃って、ちょっと待って撃れない、よし撃って急いで強さを立てるか、あーよっしゃやれた、よしよしよし、これ全クリなのかな、ラスボスかなこれ、なんか大量の魂みたいなのが解放されてる。おノーマル難易度でキャンペーンをクリア、これで達成かな、クリアかな、勝利やった、陛下ベズナーは滅びました、歌いお時間です、タップして続ける、将軍ここに何時にレリニアの守護者と、やった、レリニアの守護者になった、おクリアですね、やったー、これ指でスキップできた、はいはいはい、ついに私のものだ、え何が、そ
やー、ラストは星にクリアか。残念。お、おお、いろいろマップかな？追加されてる。あ、マップが追加されてる。はいはいはい。なるほどね。よし。はい。まあ、それではね、本日はここまでにしたいと思います。一応、こう、ストーリーはクリアしたので、ちょっと次回こういった特別マップをやるかどうかはまだ決めてないんですけど、もしやったときは、また動画として出していきたいなと思いますので、もしよろしければご視聴ください。それではご視聴ありがとうございました。